はい、どうも、ジョーカーズです。どうも、ももみだ。ジョーカーです。久々にやってまいりました。ちょっと定期的にやりたくなるゲーム。はい。インディアン風ゲーム。マサイクゲーム。インディアン風ゲーム。あの、まあ、NG ワードゲームですよ。ここに貼って。まあ、カトゥーンのね、まあ、特典映像の中にあるゲームを我々でやると。はい。細かいことは良しとして、早速、やっていく。さあ。では、隣の人に撮ってもらうのを試験しますからね。だから僕の方も皆さん撮ってください。では、いきます。ゴー。もう適当です。これは。はい。私がゆうたに選んだ、NG ワードこちら。こちらですね。じゃあ画面上げますよ。コンビニの貯金がですね。じゃあ俺が貯金が引く。これ。おお。ではで揃いました。これちなみに、最初言ってなかったんですけど、優勝者最後まで生き残った人は今晩奢ってもらいます。イエーイ。いいでしょ、地味にいいでしょ。負けた2人に奢ってもらう。めちゃすごい。よし。いや俺ね、もう2人とも出そうや、悪いけど。マジで、うん、とりあえず最初全員2点持ってる、はい、段階で減らしていって、ゼロになった人から脱落と。はい、はい、ではインディアンフゲーム、はい、スタート。この後どうする？カラオケ行きでしょ。行く？ご飯どうすんの？なんでもいい。いや、どこで食う？先にご飯先ご飯瞬殺瞬殺攻めんな、二人でいや、言いやすすぎちゃった、うん、茶券が1ポイントの次の NG ワードこちら、こちらですね。よし、ほら、インディアフゲーム第2回戦どうスタート。はい、よし。まあ、とりあえず飯とカラオケどうする？どっちも行きたいじゃん。どっちも行きたいけど時間的にそんな遅くないでしょ。は、まあ、先に飯ちょっと行っちゃって、で、はい、早めに通せ行きたいってな。一応そうだね。うん、かそれかカラオケで食うかで、あ、それでもいいけど、まあ飲みたいやな。飲みたい感はあるけどね。それこそ歯医者はドライバーにする本当は飲んでカラオケ行けたら神なんだけど、明日も休みだったらな。ね、神香水系だね。そうだね。飯行くとしたら何食いたい？ラーメンかな。あ、肉か魚寿司。もう王道すぎる。いや、俺全然カラオケ行ってね、 今腹減ってないから。それは逆に今行ってもしょうがないし、うん、けど今からカラオケ行ったらまた多分長くいるから、夜ご飯ちょっと遅めになっちゃう。そしたらカラオケ行ってちょっと食べたいなら食べて、つまみながら、ね、それか、はい、うん、普通にこれプライベートの話だね。めっちゃプライベートね。まあちょっとそん時かね、はい、ゲームに戻ろうかすげえ攻められてる気も攻めてる感じもしないんだけど普通にガチで普通にガチな相談取ってるだけなんだけど、まあ、旅行の話、旅行の話だよね、うん、いつも出る。来年が海外行っちゃいます。来年の話するマジで瞬殺話題変えた瞬間これはもう来年の話とか言ったら絶対攻めやすいから。もふみも変えますかね。変えますか。もう本人の口から言わせる。こんな感じです。もふみリード中です。おいじゃあ NG ワード中で、うん、多分エグいよマジで。喋らんお前目つぶんなくていいんだよ別にずいかもしれないな。モンフィリードで行う第3回。はい、よいスタート。じゃあ旅行の話。旅行の話、来年はちょっと海外ちょっと考えようぜみたいな。いいよいいよ。まあそうだ、どっちにしろ俺行ったことないからさ。モンフィは高校の時あるんでしょ。高校ある。うまい、うまい。マジで？いや俺もそっちで行こうと思った。うん、まさか。おお、なるほどね。うまい。すげえ。すげえ、これ展開いいよ。やばいやん。
全員1ポイントですから次誰かが負けたらその人も脱落ですから。はい、はい、俺も変えた方がいい。まだいい。あ、変えるか。俺も変える。あ、そうだね。あー、今の茶金ファインプレーだったな。すげえ綺麗にいったね。あーどうだろうね。次負けた人が立つ。はい、イリアフゲームよーいスタート。新潟行こうよ、まず先にね。まず近いうち。新潟って何が、何がある、何でもあるよ。すごい、なんかこう、いい、なんかこう景色のいい場所みたいな。もうあるし、家族で行った時はなんか覚えてないけど、ちっちゃかったから山登った。まあ山もあるし海もあるし、でお米は美味しい。そうだね。また撮るでしょ、こう撮影みたいな。まあ、あ、向こうでってこと。向こうでしつつみたいな。ああ、そう、動画の風景みたいな撮るじゃん。ああ、これもやるでしょ。そう、ちっちゃい頃よく行ってたんだよ俺。あ、そうなの。なんかあんまり撮らなくなった気がするって。何が、うん、なんかオフラインとして撮ってるから。オフライン旅行先はね、あんまこう決めてやっちゃうっても、場合によってはなんかちょっとつねつめになっちゃうから。決めてやったらもう写真いっぱい撮れてるね。山梨ぐらい、ね、やっぱり2泊3日ぐらいでいいよね。そうだね、ちょっと大人の旅したいね、うん、そうね、3日は欲しいな。2泊した時あったじゃん。うん、福島か、あれぐらいゆっくりできるとね。うん、よかった。2日目が一番余裕あるよね。確かに2日目いいよな。2日目の朝起きた感じちょっと疲れてるけど、疲れてるけど、あまだ全然余裕一番ゆっくり帰んなきゃとかないから、ね、ない縛られてない感じが、自由に動ける感じ。あれはね、ちょっと大人旅だったよ。うん、だって贅沢。うん、なんかこう変にね、時間もゆったりしてたし、うん、新潟って、新潟、向こうの方でしょ。どこだよ。まあ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 、ざっくりだな。東京より、大体そうだよ。東京か、上か下か、詳しくない。下はねえだろ、東京。神奈川ぐらい。そう、南、北か南か。まあ、北、どっちかすると北か。南ではないな。まあ、沖縄とかも行きたいけどね。沖縄行きたいね。いいえ。沖縄って行ったことある2人とも。あるよ。ない。一回もない。結構あるよ、ね、子供頃。沖縄子供とドミノの人と2回だね。マジで今俺1回かな。じゃあ、え、あんの。子供の頃に1回行ったこと。大人になってから。ない。あ、そうなの。海に入る。沖縄海にこうかカメラでなんか潜ってみたいな。そう、俺、いいね。ちょ、 GoPro、 GoPro 欲しい。欲しいなって。せっかくならなんかそういうのつけてさ、泳ぎたい。なんかね、そ、周りがさ、そこをプロとかさ、ね、一眼とか買っていくとやっぱね、欲しくなる。欲しくなっちゃうんだよね。ホイホイでしょ。そんな高くないよ、うん、北海道行ったことある。仕事以外あるよ。俺も2回かな、小さい頃に。あ、あるのみんな。大阪、さ、大阪は俺ら2人行ったからさ、ね、3人で行きたいね。行きたいね、うん、なんかあの時でも子供少なかったよね。まあそうだね、時期が時期だから。大阪っていないんかな、もともと。そんなことないだろ。観光とかで行かないんかな、子供。少子社会。大阪の時もまあ写真撮れなかったから。そうだね、あんま撮んなかった、ね、ちょっと撮らなかったよね。もうちょっともったいない、ね、やればよかった。いや、もうみんな自分の分かってる。俺は全然分かんない。俺分かんない。俺も分かんない。話題を変えて、最近ハマってること。ジェイソン。ジェイソンだな。ジェイソンか。3人でやりたいよね。3人じゃ言ってよ。よりと。お金。ああ、お金か。パソコン買っちゃったからさ。いやあ、改善だよな。いや、俺機材系にかけるお金やばい。カメラとかやばい。何台の機材どこ？いくらでした？5台、5、6台あんのかな。ね、1、2、2。この照明とかだけでもだいぶでしょ。照明やばい。8台照明持ってる人って8台8台8台だってよ。 GoPro 含めると GoPro 系10はある。うわ、で、ゲームストレスにやりたい、単純に。うん、来月やるってやったらさ、なかなか難しいじゃん。え、パッチ多い。ジェイソン、ジェイソンはね、そんなにない、基本。ほんと？ PS4 さ、パッチ多くね。
うん、思っててね、うん、グラス2がやばいよね。あ、本当にやばいと思う。無理だよ。だからもう一回始めたら一日はできないと思ったから。そうだね。もう放置でしょ。 PS4 自体を放置。パッチビだよ、パッチビ。パッチビ、パッチビ。よっしゃー。よっしゃー。いやー、なかなか難しかったこれは。よっしゃー。じゃあ最後2人で。2人でちょうど2枚しかないから。マジで。どっちかでいいって、こう振り分けて2人とも目つぶるんで。オッケー、俺が選んでいいね。いいよ、2人で。2枚しかないから、もうどっちかどっち。どっちがどっちにしよっか。待って。はい、じゃあこれですね。はい。で、こう、こういう感じでいきます。うん。チャキンは普通に会話に入っていいよ。うん。スタート。スタート。スタート。お題は何にしますか。お題は何にしますか。何か、ジョーカーズを振り返って。今までのジョーカーズを振り返って。なんだろうね。企画はできてるかなと思うけど。うん。俺的に言うと、環境が違う企画が結構好き。あの旅先とか、うん、外でやるよ。だから山梨とかの撮ったやつは全部好き。あのコテージで撮った、そうだね、あの辺のは全部面白い。あれ4人いたしな。そう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 、うん、なんかあの辺はあの茶金のおすすめに行ったほうとう屋さんうまかったね。あ、もう一回、うん、うんうんうん、あそこも一回行きたい。普通にうまかったよな。うまかったね、ほうとうは。はい、マジで。ほんと。これはあの攻め切ったな。でも結構攻めたよね。どうなの？多分言わねえなと思って。嘘。一個言い方しない。聞いたことない。ああ。過去の動画とか言うからね。そう。だから二人が脱落しまして、僕が止めました。はーい。今夜はごちそうさまです。はーい。はい、ということでちょっとここに来てね。はい。すごいですよ。何枚作ったのこれ。100枚以上あったと思うよ。あったか。それがね、なんとなくなりました。これまた作りたいんだね。ではまたね、ちょっとこれ作って、はい、新しいワードも入れつつ、ほっ、ちょっとこれ前に作ってるから、なんか昔っぽいのとかも入ってたのよ、うん、これ最近やってないよねみたいなゲームの話とかさ。ああ、次回のインディアフでお会いしましょう。はい、以上ジョーカーでした。アディオス。